大竹市は広島県の南西部に位置する市である。山口県との境に位置し、山口県の岩国市、脇町とつながりが強く一体の都市圏を形成している。小瀬川を挟んで、大竹市から脇町、岩国市にかけての沿岸部に、石油コンビナート、紙パルプ、化学繊維などの企業が立地し、瀬戸内工業地域の一拠点として発展している。 大竹市中心部周辺の空中写真。2016年5月2日撮影の4枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。広島県の再生担当計132度13分、北緯34度14分に位置し地域は南北に。 細長く東西1 0 5トル、南北1 4 5トル、周囲5 9 0トル、面積78.55平方キロメートルで、地形は南西部より北東部に向かい関係者をなし、地質は西部山地の古生層及び花崗岩、市街地は砂及び歴となっている。市街地は北西部の中国山地、南部の小瀬川、東部の瀬戸内海に囲まれ、 東部の海上に宮島を望み海岸線に沿って展開された平坦地に発達している。北部に飛び地がある。瀬戸内式機構だが比較的タウ。三井科学岩国大竹工場正門漁業市を介した四国との経済的つながりがあったことから、高知県の銀行である四国銀行が1914年に和紙の取引の便宜のため支点を開設し、 指定金融機関制度開始後はこれを受託している。JR 旧廃駅 JR 大竹駅かつて、広島電鉄や中国 JR バス、岩国市交通局の乗り入れ便が市内で運行していたが、2017年現在、市にもかかわらず、市内を運行するバス路線が廃止代替バスのみという状況である。残っているバス路線においても、利用者の減少及び、 運行経費に関わる大竹市からの補助金支出の増加が見られるため、これらを改善すべく、大竹市地域公共交通総合計画を策定、実施している段階である2013年度。八坂ダム小瀬川河口。河口には、三井科学の大竹地区と和木岩国地区をつなぐパイプラインが通っている。大竹市の市街局番は0827である。大竹市は、 岩国 MA に属しているため、電話番号の区分では山口県として扱われる。このため、山口県の地域とは県内通話となるが、大竹市及び2日市市の一部を除く広島県域との通話は県外通話となる。岩国市が広島都市県に属していることを考慮すると、岩国 MA を広島県扱いする方が良いと思われるものの、現状では、 中心局を大竹に移転し、大竹 MA とするか、大竹市域のみ、岩国 MA より分離して、隣の20日市 MA に編入するなどしない限り、困難である。なお、広島県南部地方の天気予報は08275177で、案内されるの天気予報である。そのために51局は加入電話には割り当てられていない。ありがとうございます。